ラー親父チャンネル。こんにちは、モデラー親父モデオです。先日完成しましたランチボックスなんですけども、何回か公園で走らせてテストをねしてきました。コンパクトで見た目も可愛いですし、コミカルなウィーリー走行もするので、かなり子どもの人気を集めていました。本来ならば走行動画をアップしたいところだったんですけども、テスト走行をするうちにだんだん特性が分かってきまして、ちょっと目の粗いアスファルトや石畳の上では安定して走らないんですよね。ちょっとそういうのも感じまして、安定した走行するには室内のフローリングなんかがね一番いいのかなと、今はね思っています。そうなりますとね、ちょっと僕の家だと今は撮影がなかなかできない状況なので、ちょっとまた走行動画ね、撮影の方向を考えたいと思ってます。で、今回の動画は LED のライトをつけることと、そして純正ではこの厚紙で作る前転パッドというのがですね付属してきまして、こういった具合に屋根につけるんですがね、さすがにちょっとこれあんまりかっこよくないなって感じがしますよね。前転しますとこういった具合に行くんですが、結構ねこうフロントガラスの部分とか、まあ、ボンネットの部分も当たっちゃうような感じがしますので、もともとこうアナログ系のプロポ用にアンテナ線をね、伸ばすビニールパイプが入ってきます。これをこんな具合にねアーチ状にして取り付けると、フロントガラスの部分も保護できますし、見た目もねそんなかっこ悪くないかなと、思っております。1本だとちょっとね足りない感じがしますので、まあ何かしら RC を過去に作った方がいれば、こういったねアンテナパイプ余っていることもあると思いますし、まあ、似たようなこういった弾力のねある細いパイプ、用意できればそれでもいいと思います。穴を開けて LED を裏側から差し込みたいんですけども、穴を開けるコツとしましては、まずねこういったピンバイス、こういったもので小さな穴を開けます。いきなり大きなね穴を開けようとしますと中心点がずれやすいので、一度こういった具合にね小さい穴を開けておくことをおすすめします。両側のヘッドライトの部分と後ろのテールライトもつけたいと思いますので、ピンバイスでね穴をあらかじめ小さいものね開けておきます。前転パッドにつけるロールバーにつきましても、これもねボディに穴を開けてこう通して固定したいと思ってますので、天井のねこの角、フロントガラスを保護する意味でもここからではなく、このねボンネットの両脇からロールバーをつけたいと思いますね。ここねピンバイスで穴を開けました。それではね穴の方は1段階ピンバイスから穴を拡張しました。徐々に大きくしてまた穴をね広げていきます。それではね穴の方は程よく開きました。今回使用しますのはタミヤの LED ライトユニット TLU01 という商品になります。これはですねバッテリーから電源を取るものと各コネクターに分配するボックスが入ってますね。 LED も直径 5mm のものが白と赤付属しているんですけども、リアはスペースの関係で直径 3mm の LED ライトにしたいと思いますので、別途赤の 3mm を購入してあります。こういった具合にね端子は90度曲げてボディに沿うようにしておきます。接着剤が固まるまではねマスキングテープで固定しておくといいと思います。そして裏側にねこういった具合に多めに塗って抜けにくくしておきます。こんな感じで接着剤の効果を待ちたいと思います。そしてフロントのヘッドライトにつきましては、リアと同様端子をですね90度曲げまして、コネクターの端子が内側に向き合うように取り付けると良いかなと思います。前転用のロールバーも取り付けていきたいと思います。まあこれはねそんなに難しいことはないんですが、まあ、差し込んであげて同じくね接着剤で固定しようと思ってます。もともとのオリジナルの前転パッドにこう置いてみてですね、この高さを合わせてあげる方がいいですね。
なおかつ左右対称に作ってあげるっていうのがね大事かもしれません。だいたいこんな感じでちょうどねこの前転パッドのアーチと同じぐらいになりそうですね。余分なところについてはニッパーでカットします。そしてロールバーは接着剤で固定してあげます。このようにロールバーがあれば前転もねコロッとうまくできるんじゃないでしょうか。では LED とロールバーは接着剤が固まっていきました。そうしましたらこのね PLU01 これに LED を取り付けます。8個コネクタありますけどもどこにね挿しても大丈夫です。試しにね一度バッテリーつないでみましょう。そしてオンオフのスイッチがここについています。こんな具合にヘッドライトとテールライトつくようになりました。ライトがつくとなんか雰囲気がね出ていいんじゃないでしょうか。で私の場合はこの TLU01 のユニットを天井に両面テープで固定したいと思います。そしてこのケーブル類はできるだけボディにね貼り付けて、邪魔にならないようにしておくといいと思います。内側に LED の光が漏れるのが好きではないのでこういったアルミテープを用意して貼ります。こうするとねボディの内側が明るく照らされるってことはねまずなくなります。さらに黒いテープなんかで内側をねケーブルをまとめるとともに貼りますと綺麗なね仕上がりに配線なるんじゃないかなと思います。こういった配線類も黒いテープで裏をね貼っておくと見栄えがいいと思います。ケーブルがねコンパクトにまとまってないとボディのはまりも悪くなっちゃうんですよね。こうしますとね配線もきれいに収まるんじゃないでしょうか。これで LED の配線もねすっきりボディの裏側に収まりました。でオンオフのスイッチもちゃんとね操作ができます。前転をやる場合はこのねボディはマグネットでも固定できているんですけどもスナップピンも併用してしっかりボディが外れないようにした方がいいと思います。今度走行動画をアップしますがこんな具合でねうまく前転できそうです。はい、それでは本日もご視聴ありがとうございました。前転用のロールバーと LED をねつけてランチボックスミニのモディファイをねちょっとしてみました。また秋雨前線で天気予報がねあまり良くない日が多いので走行動画ちょっと遅れてしまうかもしれませんがそのうちアップしたいと思いますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。